時刻は8時15分を間もなく回ろうとしています。おはようマイワシカラーをお送りしております。この時間の担当は磯日彩香と木村豊です。はい、というわけで今日のテーマお願いします。今日は〇〇は辛いよ。はい、〇〇は辛いよ。うん、それでは皆さんのお便りお読みしたいと思います。はいはい、ラジオネームトゥーパンプスさんからです。このテーマで真っ先に頭に浮かんだのは映画男はつらいよシリーズです。全47作、一つの映画のシリーズでは最多でギネスブックにも載っています。そうなんですね。私は47作の DVD を海外に持っていきました。日本人としての心を忘れないように繰り返し見ていました。英語の字幕スーパーが出る DVD が販売されてからは現地人の友人にプレゼントをしていました。 DVD を見て日本に興味を持ってくれた人もいます。主題歌のドブに落ちても根のあるやつはいつかはハチスの花と咲くという歌詞が特に大好きです。私もそうありたいと辛い毎日ですが自分を奮い立たせていますとお手をいただきました。うん、全部持ってんだね。すごいですね。日本人としての心を忘れないように持ってったっていう。すごいな、まあ、ザ日本みたいなところはあるけどね。確かにね、トゥーパンプさんはザ日本人なんでしょうね。好きなんだ ね見たことありますよね。ちゃんとはないな。でもそちゃんとある。47作品、ないです。ないでしょ。だって1番目の1話が確か1969年あたりですよね。あ、そう、そんな古いってことはもうだって今何年前、何十年前ですよ。そうだよ、そうだよ。でもね、トラさんを知らない人はいないですもんね。まあいないけどね。なかなかちゃんとそれをさ、順からこう見るっていう機会はなかったかな。見たこともないのに、そのちゃんと見たことはないけど、男は辛いよ、辛いよだけでも男は辛いって出てくるし、トラさんって言われれば出てくるし、あの BGM とか、だからそうするとこのシリーズって本当すごいんですね。いや、すごい、確かに、ね、日本人に根付いてるんでしょうね。ですね。さあ続いてラジオネーム高崎パパさんからです。はい、平日は朝から晩まで会社の上司にこき使われて、週末家に帰れば家事に追われ、嫁と子供にこきを使われる。稼いだお金はほとんど吸い取られ、家族の目を盗んでわずかな小遣いでこっそり趣味つかの間の安らぎを得る。あー、お父さんは辛いよ。だからそのくらいの覚悟がなければ結婚なんてできないよね、豊さんって言ってますよ。そうなんだね、やっぱりね。まあ独身は独身で辛いけどね。そうね、そうですね、支えてね。何支えて、何支えてね、こうくれるね。そうだよ。あーちゃんはいるよ、周りに支えてくれる人たくさん。あ、そう。ありがたくて、ありがたいこと。なんかドヤ顔で言うのやめてもらいます。もう配信やめたからってドヤ顔で言われるのちょっと腹立つな。でたかさんはさ、交流関係持とうとしないからさ。大丈夫、俺一人で立ってられるから。とりあえずは。なんでだよ。一人は、人は一人じゃ生きていけないって道徳の先生は言ってた。嘘。そうだから強がるとかはやめて、みんな誰とでも仲良くじゃないけど、そういう風に小学校の時に学んで。そうか、そうか。そう、婚活しよう。そこにね、聞きますよね。婚活しようじゃん。で次、パパも大変だって言ってますよ。お父さんは辛いよって言ってますが、お母さんも辛いらしいです。お母さんも辛い。そうか。ラジオネーム、ドビンチョビンハゲチョビンさんからです。はい、木村豊、ちゃん、皆様おはようございます。おはようございます。本日はすんなりテーマに、私の場合お母さんは辛いようでしょうか。娘は片付け大嫌い。さまざまな本を参考にしていろいろと試しましたが、現在全敗、記録を更新中。本当に漫画みたいに散らかすんですよね。タンスから洋服をバンバン出して着替え出して、着たんだか着ないんだかわからない洋服の山を作り上げても片付けない。鏡の前で静かだなって思っていたら、自分で髪をチョキチョキ、切った髪がさりげなく散らかり、どの部屋に行っても脱いだ服が散らかり、しかも脱いだ靴下が左右別々の部屋にあったり、
面白いな。ちょっとなぜ片付けねばならないのかを説明してゲーム風にしてみたり、うん、おーすごいね。いずれにしても最終的にはイライラして怒るパターンが多いですよ。そして毎回反省するって感じかな。毎日毎日本当に毎日なので辛いっすよっていただいています。うーん、片付けらんないんだね。よたんね、なんでだろう。いやでもこれわかるわかる。わかるんだ、片付けられない人なの。違うんですよ。なんて言ったらいいんだろうな。何言い訳から入ってんじゃん、もう完全に。この、ね、着たんだか着ないんだかわからない洋服の絵も作り上げてみたいな。一回作りたくなるっていう。そうなの。今日の私はこれじゃない、あこっち、あでもやっぱりこっちかなみたいな。そう、でもリオタンも多分あの一番そのなんて言うんだろう、お洋服とか気になりだす時期っていうか、そっかそっかなのかな。自分で決めたかったりとか、はい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 、これじゃなきゃ嫌だっていう多分女の子の来る通る道っていうか、あるんだ。一番可愛い私になりたいわけね。そうそうなんだね。そうそう、で髪の毛もさ、うん、やっぱ多分自分で多分あるんじゃない、はい、はいはい、こういうのとかね、ちょっと前髪切っちゃうかみたいな。そう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 なんかあるのかもしれないよ。でもここで偉いのはお母さんがこうゲーム風にね、うん、してみたりとか、こう怒っても毎回反省をするっていう。そうね、なんかすっごいチョビさんいいお母さんですよね。母ちゃんって大変なんだ。まあ父ちゃんも大変なんだろうけど、母ちゃんも大変だよな。なんか改めて自分ってこうやってお父さんお母さんにこういう風に育ててもらったんだなってことを感じましたよね。そう、なんか自分もちゃんとした母になりたいって思いました。なんかそうか、でもなれそうにもないからね、私たちね。ちょっと悲しくなってきましたね。待って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 、なんで一括りにした。私はなれませんでいいと思うの、今のところは。なんで私たちはなれませんよねみたいなさ、やめてもらえます、そのなんか。どうしないですか、やめてもらえますかね。やだなこの子、本当にそういうところがあざとくて。そしてチョビンさんが木村氏、はい、母ちゃんにしつこくセクハラしないから、うん、おじさんっぽいよ。あーちゃんからすればおじさんだよね。おじさんですよ、何言ってんですか。そしてあーちゃんももっと毒を吐かないと木村豊の思い通りになっちゃうよ。そして藤井くん、あーちゃんをかばいなさいよ、まったくもーってきてね。いや今日の群馬の話題は、私はどうしてこんなに可愛いのかしらっていうので来るのかなって思ってたからさ、はい、いかん、今日の群馬の話題、うん、もう最初から、うん、はい、来るかなって思ってたから飛ばし気味でね。そういきなりワールドカップが話題になったからちょっとびっくりしちゃった。はい、はい、この人たちは話にならなかったです。チョビーさんだけは味方でいてください。 ありがとうございました。そしてラジオネームしぶしぶさんからです。おはーちゃん、おはゆたかさん、おはしぶしぶさん、僕は鼻炎がつらいよです。通年性のアレルギー性鼻炎持ちでして、一年中花粉症を患ってるような感じなんですって。で夏場と冬場は比較的に楽なのですが、いろんなハウスダストに反応したり、冬の寒い時には垂れるものは垂れてしまうので、やはりティッシュは一年中欠かせません。本当大変なのですと。一緒一緒、わかる。うん。ね、私もわかる。ミートゥー。わかる。うん。常にですよね。そう、常に何かに反応してる俺。うん。潔癖ですからね。いや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 。やめて。ちょっとの埃でも。うん。いや埃、うん、どうかな。ハウスダストとか。うん。あんま気になんないけどね、そんなに。まあ体は反応しちゃうけど、くしゃみとか出ちゃうけど。だから俺今日も鼻炎の薬飲んできてるからね。あ、本当ですか。眠くないですか。眠いだから。で待って、本番前に飲まないでください。いや本番前に飲まなかったら俺もうずっと鼻垂れてるぜここ。それでいいなら別にいいけどさ。でも眠いより鼻に垂れてた方が。そう、めっちゃ噛むぜ。だとしたらもうさ、そう音が全部乗っちゃうよ。そうですよね。でなんかね、あーちゃん、そんな僕に関アッサン並みのエールを送ってください。かっこ無茶ぶりなのでスルーでいいです。あ、じゃあスルーします。やってやれよ、関足風に、関足張りの寒いやつを。そうださ、普通にエール送るんだったらやりたいんですけど、足さん風ってところでもう事故を起こすしかないって分かってるので。今の悪口だけど大丈夫、乗っかっちゃって。違う、これはあれだよ、足に対する愛。愛、いじりという名の愛ね。そう、あ、そう、だんだん距離を縮めていきたいなっていう、あーちゃんの愛だから。本当に、そう、あ、そう、嫌がられると思いますけどね、そういうの。ねえ、いいの、アシちゃんと私の関係ってものがあるんだから、そこ豊かさ振り込まないで。
ラジオネームハワイのママさんです。ちゃん、ゆたかくん、おはから。おはから。お元気かしら。お元気。ママは元気だわ。よかった。ゆたかくん、はい、ママはハワイの友人から、うん、私は引っ越すから、ママ安くするから買ってと言われていますわ。ゆたかくんのゲストルームもありますわよ。12月に見てきます。あ、家を？ハワイの家を買ってくれって言われてて、見てくんの？うんうん、やった、ゲストハウスのルームがあるってこと？嬉しいな。ゆたかくんのゲストルームだった。やった。お邪魔します。俺も住んじゃおうかな。うん、はい、はい、ここからどうするんですか。あのだから飛ばすよ。皆さん聞きました。スカイプでやろうよ。じゃあそっちの飛ばすね。、うん、なんだこの仕事飛ばすのかと思いました。あ、違うスカイプでやろうよ。じゃあ嫌ですよそんな。なんでいいじゃんかよ。ここからは現代的には乗らないんです。なんでいいじゃん。やろうよ。そう、ちゃんとこの目の前にあるマイクを電波通じて、うん、通じて皆さんにお送りしたいの、うん、ね。 そして、うん、ママは何かしら、うん、草の元気に困って大変だわ、うん、雨が降ってからお日様が出ると伸びるのよ。嫌だわよね、草刈りしなくては大変だわと、うん、お父さんも言ってる。これ草刈りしなきゃって。そうかね、この時期ね。そう大変だよ ね、 ね。だって世のお父さんってなんかみんな外見ると運転してるとみん な、 なんか草刈りしてるイメージがあります。こっちもしてるみたいな。そう、その時にあお父さんは大変だ な、 変だな、辛そうだなと思いながら、あの娘は通ると。あ、ほんと？もうねぎらってやんな父ちゃんのこと、ね、パパ大好き。はい、続いてラジオネーム赤城山大噴火さんからですね、はい、あーちゃんが経験あるかわからないけど道案内は辛いようだね。こっちにしてみればとても分かりやすく説明しているのにどうにもうまく伝わらないんだよね。特に最近はヒルクライムの影響で自転車に乗ってる人に道を尋ねられるから結構大変だよと。なるほど、道案内。あ、これ道案内に限らなくても限らず、そのなんだ説明とかも決まありますよね、うん、説明するの大変。大変苦手、うん、なんかなんていうんだろう、言葉足らずっていうか、ボキャブラリーが足んねえんだろう。だからね、ね、何自分から今言ったんじゃんかよ。自分で私はバカですって言ったのに乗っかったらなんで怒られなきゃいけないんですか。おかしいと思う。オブラートに包んだじゃないですか。何が、オブラートに、なんかそのなんだろうな、相手の気持ちとか考え出したりとかするともうダメ。どういうこと。道案内で説明するときに、道案内とかじゃなくて、道案内とかじゃなくて例えばいろいろ説明をするとき、道案内じゃなくてこれこうしてこうすんなよみたいなのを説明するときに相手のことを考えるの。どうしたら相手がよく理解してくれるかなとか、なんかこう言って嫌じゃないかなとか、もう考え出したらもう多分できない、おどおどしくなっちゃう。そう、あ、そうそうなんだ。なんでいいんじゃない、うん、いつもみたいに偉そうにさ、あのこうだからっつってね。そんなことそんなことない。空気読めよお前っつってさ、ね、そのみんなが忖度して、やべ磯さん今日超怒ってるっつってさ、みんながお菓子なんか買ってきた方がいいんじゃないのザワザワザワってしてさ、待って私お菓子買っていく立場ですから。磯さんどれがいいですかっつって、はぁって、私これに決まってんじゃんっつってね、ほんと言ってる感じで、そのヒエラルキーがあるわけでしょチーム内で。ないですよ。何言ってるんですか。何が悪口だよ。本当に誤解されるようなこと言わないでくださいよ。うちのチームはねヒエラルキーじゃないんですよ。何ヒエラルキーじゃないんですよ。何、みんな仲良しで。あ、私豊さんのこと本当に嫌い。この電波をラジオっていうのはね、人の顔が見れないから、こういう風にちょっとしたことで営業妨害になるんですよ。そう、ね、分かりましたか。そうね、そうね、分かりましたか。ちょっと分かんないですけど、あ、また BG が止まってるね。え、何このなんか途中で止まっちゃう感じ、ね、途中で止まっちゃう感じなんでしょうね。、はい、そして、酒太郎さんが、ね、トラさんのテーマですね、トラさんとは検索してみてねと、真冬の赤城山スキー場でも昼間マイナス15度以下も、盆地上の大沼のワカサギ釣りの人たち多分マイナス20度くらい、今年は最低が非公認ですがマイナス23度でしたと、うん、今ねマイナス23度って言ったら残り23秒だった。あ、そう、すごーい。はい、はい、いや、竹ちゃんすごいですね。赤城山はね、はい、うん、寒いってことね、ね、はい、マイナス23度、うん、いやー、さあ皆さん今日は〇〇は辛いよというテーマでお便りをいただきたいと思います。時刻は8時29分です。県内のニュースです。皆さんはいざという時の